皆さんお疲れ様です。天かすのりょうです。本日はアサシンクリードバルハラ続きの方ですね、プレイしていきたいと思います。いや、バルハラ久しぶりにプレイするんで操作方法がね、いまいち忘れてしまいました。さあ、続きどうでしょう。やっていきます。メインストーリーの方をですね、中心に進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こっち行けばいいのかな。とりあえず印示されてる方向ちょっと行ってみて。なんかある？え、なんもないの？上に行く感じかな？シグドル。エイボル、開幕戦を逃したな。いや、シグルドね。シグルド。俺たちの手で雪解けのように消えたぞ。ここから攻撃を仕掛けるのか。パーラル王の軍勢も配置についた。あとは命令を出すだけだ。ああ、だが攻撃する前に一つ頼みがある。言ってくれ。砦の前でエイボルにキョトビと決闘させてほしい。一対一の命尽きるまでの決闘だ。それが望みなのか。キョトビは俺の父上から名誉と尊厳を奪った。取り戻したい。名誉がかかってる。誰にも邪魔させたくない。それに戦いが始まる前にキョトビが死ねば勝機も高まる。はい、キョトビの息の根を止めよう。我が刃は今日この日、スクルドの鋭きハサミに変わり、キョトビの運命の糸を断ち切る。さすがだな、絶望鋭き戦士よ。皆で生き延びて、そのサーガが歌われるのを聞こう。エイボル、話せるか。ガシム、ハイサム。この争いとは無関係なのに戦うのか。不思議なもんだ。これは思い違いをしているからだ。我ら隠れし者は何百年もキョトビの属す結社と戦ってきた。そのためにミクラガルズから来たのか。そうだ。さらに言えば、ハイサムに殺させるために来た。我が弟子はこの標的を以前より調べていたのだ。キョトビの噂はノルウェーの外まで聞こえてるのか。奴の噂だけではない。奴の属する結社の噂もだ。結社は我らの宿敵と言えよう。ハイサム、あんたや隠れし者を軽んじるつもりはないが、キョトビはこっちの獲物だ。一族の名誉がかかってるんだ。分かってる。大事なのは今日キョトビが死ぬことだ。その点は同意できているな。娼婦の息子シグルド、夜にこそこそ砦を嗅ぎ回りやがって、出てきて戦え。間違えるなよ、キョトビ。シグルドのお前がカラスに食われるのを見に来ただけだ。これはこれは、また来たのか。狼クズは屈辱を受けるのが好きらしい。今日を失われた名誉のために、ブルムギャングを受けろ、キョトビ。
前に決闘を申し込む。親父のように許しを壊せてやるよ、狼。そしてお袋のように泣きわめく。うん、操作がね、うん、操作がいまいち。ちょっとまだ。ちょっと待って。さて、エイブ。一撃？びっくりした。どうした？これどうした？なぜだ？なぜ素直に死なん？キョトビ、感じるか？え？万物の父が見てるぞ。どういうこと？この刃にお前の血を吸わせてやる。お前の肉は。おっと。よしよし。ちょっと。危ないよ。危ない。まだまだ。おっ、いやいやいや、いやー強えわ。よし、かわして、攻撃かわして、攻撃、強く攻撃、うお、今の食らっちゃう。ほら、怖っ。ほら、なんで、ほら、ちょっと待って、なにこれ。どうした、いやー、ちょっと待って。狼、うん、いや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 、危ない危ない。あー、やばい、これはちょっと効いたわ。待って、危ない。いやいやいや、ちょっと待って、いやちょっとね、アイテム、いや危なかった。お前がな、危ない。よしちょっと、あー当たらん。よし、いやー強え、危なかった。強いな。どうした、覚醒。なんすか、オーディ。何をさせる気だ。狼傷、お前は貸し取った。俺の死という栄光。どういうこと。俺のために。腰抜けの父親と無駄なき。この戦の代償を覚えておく。
三世代にわたる戦、名も残せずに死んだ者たちの数は全て無意味だ。違う、我が戦士団は名を残す。俺は戦った、力の限り。最後に何が待ってるのか知ってるか。闇しかない。何カラスの戦士団よ、聞け。お前らの命を頂戴する。望むのなら破滅のルツボに身を投じるがいい。お前の父は死んだぞ、ゴーム。借りは返してもらった。門を開ければ命だけは助けてやる。その中で転げ回れ、狼傷。弓兵、狙え。カラスたちよ、情けは無用だ。よー、行くのか。弓兵、放て。なるほどね。よしよし、登る。よし。それでどこ行く？まだいる。敵、これ敵から。よし、ちょっと待って。よしよし、どんどん来なさい。こっち側で、門を開ければいいのかな。開く。で、こっち。敵さんいる、これ。よし。頭を岩で砕いてやる。
よしよし、お前は終わりだ。危ない。ほうほうほう、危ないよ。あー、スタミナがない。来い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 。よし、おお、おお、来い来い来い。よしよし、うえー、よし、うん、クリスト、ちょっと体力回復しとさせておいて。よしよし、よし、でちょっと一掃するか。あとは、あ、そこにいた。よし、あとそこにもいる。どこだ。あ、当たるかな。いやー、難しいな、遠いな。当たった。ほら、いやー、ここやばいな。よいしょ、見えない見えない、壁で見えない。よし、いやー、よし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 、かーこわっ。よしで、ロック外して、いやいやいや、いやー、突破したけど体力がなくない。回復アイテムなんかないかな。アイテムあるかな、なんか食べ物を拾って、うっ、よし、よし、強いでよ。よし、いやー、よし、よし、いけ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 、同胞いけ、同胞。ほらほら、よし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 、
おい、よし、いやー、で、ここに行けばいい。どうした、ちょっと後ろで頭がいっぱいだと行動が読みやすいな。ゴーム、お前は父親の影に過ぎない。愚かで弱い。お前は灰となり、風に乗って去るがいい。どういうこと、え、逃げた、どうした、どうした、あー、火かけられたか、どうする、ちょっと登るか、火かけられたから、向こう渡って向こう、よし、で、こっちから行けばいいかな。いや、結構大変っすわ。あ、逃げた？ゴームは逃げ出した。拠点は二度死んだも同じだな。よし、勝った。いやー、結構大変だった。で、シグルトとの会話ですね。いやー、バルハラ面白いですね。次の展開楽しみですね。本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。天かすのりょうでした。